阿蘇市一宮町中通りにある阿蘇市立古城小学校。平成28年2月21日に閉校式が行われ、143年の歴史に幕を下ろします。古城小学校は明治6年に創立された三野小学校と手野小学校が合併して、明治22年に古城小学校として創立されました。その長い歴史の中で、これまでに4171人の卒業生を輩出しました。度重なる災害を乗り越えてきた古城小学校。昭和25年と平成24年の水害、そして昭和50年1月23日に起きた阿蘇群発地震では震度5を観測。校舎などに大きな被害を受けました。地震を教訓にした避難訓練が毎年地震が起きた1月23日前後に行われています。また地域の人たちも古城小学校の活動を支えてきました。月2回のニコニコタイムでは、地元のおばあちゃんたちに1年生から3年生までが朗読を聞いてもらったり、計算問題の丸付けをしてもらうなど、児童たちの先生役を担っています。2月21日に行われた閉校式。式典を前に古城保育園窓か学童クラブの児童による太鼓も披露される中、閉校記念碑の除幕式が行われました。式典では石本明人校長が、閉校は終わりではなく新たなスタートでもあります。古城小学校の教育理念や精神は一宮小学校へも受け継がれ、新たな学校を作り上げていくことと思いますと式辞を述べました。また6年生の児童代表が、古城小学校がなくなるのはとても寂しいですが、これからも古城の子どもとして元気に楽しく学んで、家族や地域の皆さんの期待に応えていきたいですとお別れの言葉を述べました。第2部の思い出の会では、47人の在校生が映像などを使いながら豊かな自然に囲まれた古城小学校での思い出を発表し、また古城小学校の卒業生の江藤明さんが小学校の思い出と題して講演を行いました。閉校式には在校生やその保護者、また地域の人たちおよそ300人が出席し、古城小学校の143年の歴史をたたえ、思い出の校舎との別れを惜しんでいました。15日には古城小学校最後の卒業式が行われ、6年生11人の卒業生が巣立ちます。4月からは一宮小学校で新しくスタートします。ありがとう古城小学校。